こんにちは、ヒロです。 A チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。本日はね、車中泊仕様の DIY の動画になるんですけども、私ですね、鈴木さんのエブリィのワゴンタイプという車に乗っておりまして、この車すごくいいんですけども、一つちょっとまあ気になるところがあるなと思ったのが、後部座席をですね、折りたたむことで荷台とね、フラットにできるっていうシステムなんですけども、その、ね、フラットにした時に、7センチぐらいの段差ができてですね、例えばまあ車中泊する時なんかにその段差が気になって眠れないっていうことがあるんですよね。そのね、隙間を埋める、まあ、ベッドシステムで言えばいいのかな、ベッドシステムっていうのをね、ホームセンターでね、木やね、板をね、買ってきて、まあ、作ったんですけども、実際には、まあ、それだとね、あの木の上で寝ることになっちゃうんで、あの寝心地が良くないんで、私の場合、ニドリさんの折りたたみマットと、ベルギフトストアさんっていうところのエアマットっていうのをね、敷いて使っています。はい、それがこんな感じです。まあね、これね、見ていただくと分かるかなと思うんですけども、まあ、すごくね、寝心地はいいんです。いいんですけども、あんまりね、こう床面に荷物を置きたくないなと思っちゃうんですよね。で、そこで床面をね、使わずに、ちょっとした収納棚なんかをね、ちょっとまあ作りたいなと思いまして、例えばまあね、ちょっとしたキャンプ道具なんかを入れておける収納棚っていうのがね、あれば便利かなと思いまして、で、考えたのが、こういった収納棚でございます。後部座席のシートベルトのジグを支えに使いまして、で、網をね、設置することで、あとはね、S 字フックみたいなもので、その収納棚を、取り付けて、で、そこにね、物をね、入れていけちゃうっていうようなね、感じの、なんて言えばいいんですかね、まあ、収納棚をね、作りました。で、本日はですね、そのね、収納棚の作り方っていうのをね、ご紹介したいなと思います。それではね、まず道具というか材料ですね。材料の方をね、ご紹介していきたいなと思います。はい、じゃあこちらにね、買ってきてあるんですけども、材料自体はですね、もうその辺のね、100均、私の場合100均は、ダイソーさんで、あとホームセンターはね、まあ、大吉さんっていうところがあるんですけども、はい、そちらの方で購入しましたけども、まあ、おそらくね、あなたの街のお近くの、ホームセンターさんやね、100均にも、同じようなね、道具はあるかなと思うので探していただきたいなと思います。まずはホームセンターの方で買ってきたものからご紹介したいなと思います。まずはね、このステイが3本で、このステイなんですけども、これがですね、ステンマゲイタというものでして、ちょっと見えるかな、見えるかな、はい、ステンマゲイタというものでございます。で、これね、どういったものかっていうとね、結構ね、こうくにゃくにゃとね、曲がる、今これちょっと曲げちゃってもいいのかな、ちょっと力を加えるとね、ぐにゃぐにゃとね、曲がるというね、ステンレスのね、曲げ板というのがあるんですけども、で、こちらの方をね、購入しました。でですね、一応サイズとしましては、この、どっちで見たらいいのかな、このちょっと上の方でね、上の方、こっちとね、こっちにね、まあ、サイズが書いてあるんですけども、まあ、こっちが全長で、で、こっちがこの、どういったらいいのか、この曲がってる部分っていうのをね、覗いた長さだと思うんですけど、まあ、そっちの方で行かせていただきますと、29センチの2センチというね、大きさのものを1本です。はい。はい。で、こちらの方がですね、まずお値段が、税込みで409円でございます。で、同じようなね、このステンマゲイター、こちらはね、少しまあサイズがね、短いんですけども、はい、こちらの方が 19.4 センチの、2センチの長さのもの、長さというか大きさのものが2つ、はい、で、こちらの方がですね、2つで税込み714円でございます。まあ、合計金額のね、計算はまた後からちょっとしますので、はい、まずこの3本で、次に、ダイソーさんで買ってきましたのが、はい、このね、収納ボックスでございます。ちょっとまあ布でね、できたような感じのね、収納ボックスなんですけども、はい、こちらの方がですね、まあ、100均とは言いましても、あの、最近はね、100均って言ってもね、なかなかね、100均のものがあるわけではございません。はい、見えるかな、はい、300円の収納ボックスで、こちらの方の大きさが 38cm×26cm×22cm のものを、買ってきました。はい、これが一つですね。はい、で、あとこのね、
PE ワイヤーネット、はい、こちらの方のね大きさが51cm×26cm の PE ワイヤーネットというのを一つ買ってきました。でこれね色はねグリーンのものとこのブラウンのものが、ね、あったんですけど、はい、私はこれブラウンのものを選びました。この辺はお好みで、はい、選んでいただければいいかなと思います。あと最後に S 字フック、はい、まあ、大きさはね適当でいいかなと思います。私もそんなに考えて買ったわけではありません。はい、でこの PE ワイヤーネットとこちらの S 字フック、こちらはどちらも、100円なんで税込みで言うと108円ですね、はい、でさっきの収納ボックスが、税込みで324円になります。なので合計金額が、はい、1663円になります、はい、まあこれあくまでもね片一歩というか、うん、1個分のね、はい、お値段にはなるんですけども、はい、かなりね、まあ、安く仕上がりますので、はい、もしねよかったらお試しいただきたいなと思うんですけども、今からねその組み立て風景というのをご覧いただきたいなと思います。はい、まずはね、後部座席の、シートベルトのね軸にネットを引っ掛けて、で内張りのねこの隙間の部分からネットの下までを測るんですけども、今ちょっとね手で見えにくいんですけども、これが17センチです。はい、まずねこのね長いステン曲げ板の方をね17センチ、残して、曲げていくというね作業なんですけども、これがさっきも見てもらいましたけども29センチなので、29-17なんで12ですよね。で12を、2で割って、6センチ6センチでね、曲げていきたいなと思います。こういったようなね、ペンチで、まあね、ペンチはね2つあった方がいいと思います。はい、ペンチでねこうやってこうグニッと、はい、曲げていきます。でねこれはねこう S 字に曲げてもらうんで、はい、で曲げにくいなとかってね思ったらね、こうやってねペンチ2本でこういったような感じでね曲げていただくと、はい、簡単に曲がります。はい、でこんな感じでね曲げてるのを、まあこういったようなペンチでもう少しね曲げを強くしておいてあげるという感じですね。はい、でね加工の方なんですけども、はい、長い方はねこれこんな感じで、ここね6センチ6センチのところで、はい、曲げてます。でこの部分はね、はい、6センチで、同じようにねこっちの部分も6センチで、こんだけが、この、ね、長さがね17センチあります。はい、もう一つの短い方は、こんな感じにね、はい、曲げてます。ちょっとねこっちはねちょっと失敗しちゃったんですけどね、真ん中でね曲げようと思ったらこの穴のねところでね曲げてなくて、ちょっとね潰しというかちょっと形がねいびつになっちゃってるんですけども、そんなにね真ん中にねこだわる必要はないんで、まあ大体真ん中のところでこの丸いところをねこう曲げるようにするとこんな感じでね綺麗に、はい、潰れます。はい、ペンチでねでもやった方がいいかなと思いますんで、はい、熱いな。はい、それじゃあねこの網を、さっきのね3つの金具を使って取り付けていきたいなと思います。はい、じゃあねちょっとつけていこうかなと思いますね。はい、こんな感じでつけていただいて、でこのね長いの、はい、これをまずちょっと開いた方がやりやすいな。ちょっとだけ開け、ちょっと詰めすぎちゃった。よし、こんなもんでいいかな。はい、で、これをここに、はい、つけておきまして、ちょっと曲げていただいて、でこうね、でこんな感じで、はいはい、つけます。はい、まずこんな感じで、はい、上の部分というのをね、はい、固定していただくために、さっきのねこの一番近いところでいいかなと思います。はい、これをググッと、これちょっと入んないな、に挟んでいただくようにして、はい、グッと入れてもらいます。でこっち側でもね、ちょっとこれね木があるんでね分かりづらいかなと思うんですけど、
はい、こっちの方もね、はい、同じように入れていただきますと、よいしょ、よいしょ、はいと、はい、こんな感じでね、網をね固定することができています。こっちも見えるかな、はい、であとはですね、このね S 字のフックを使って、はい、こんな感じでね、ここに吊り下げてもらうと、はい、はい、こんな感じで吊り下げていただくと、あとはね、もうなんか、まあ、そんなにね重いものはね乗らないです。これね、あのあれ車の目隠しだとか、あとまあね、いつも使うサバイバルナイフだってあったりだとか、はい、こういったようなね感じで使っていただけますし、あとまあこれはね本当あのお好みでという感じなんですけども、例えばね、100均で売ってる、こんなようなねカゴってあるじゃないですか、はい、こういったのをね、こう2つこう入れて、はい、こんな感じでね、入れていただくと、例えばまあこうやって物とかこう入れてても、なんかこう、はい、これだけね取り出して、これだけねこうやってね取り出して使ったりとかっていうこともねできますんで、あなたもね、いろいろと自分のアイディア次第で、はい、活用していただければなと思います。はい、いかがだったでしょうか。エブリィの方にですね、網棚をつけまして、でそれに S 字フックで、ね、収納ボックスをつけるというね動画をご覧いただきました。はい、まあ、ちょっとね、あの手元なんかがねうまく映ってなかったんで、分かりづらい部分というのもね結構あったかなと思うんですけども、まあ、もしあなたがねこの動画見て、あのもっと知りたいであったりだとか、まあ、ここはねどうすればいいんですかっていうようなことをね、まあ、質問していただければ、まあ、どんどん私の答えられる範囲でどんどんお答えしたいなと思いますので、またよかったらねコメントの方を残していただければなと思います。で今回はね、まあ、エブリィでつけたんですけども、あの実際にね使うシステムとしては、まあ、車のその後部座席の、シートベルトのねジグの部分であったりだとか、あとはあの内張りのねプラスチックの隙間の部分っていうのに、こういったようなね曲げステンっていうのをね差し込んで、作っていくシステムですので、内張りのプラスチックの引っ掛ける部分からこのね網棚のこの下の部分までっていうのをね、寸法っていうのを、ね、ちゃんと測っていただければ、まあどういったようなね車にでも、まあ、つけれるっていうか適用できるシステムなんじゃないかなとは思いますので、もしねこの動画を見て、まあ、興味が湧いたという方で、まあ、あなたの車にもね適用できそうであれば、まあ、寸法をね測って、材料自体はねあのホームセンターなんかでもう簡単に手に入りますんで、はい、ぜひねお試しいただきたいなと思います。であの部分にね網っていうのを配置することで、まあ、汎用性がねいろいろまあ高まるんではないかなと思うんですよね。まあ本当単純にねフックを引っ掛けて、あのちょっとした小物なんかも置けると思いますし、あとはまあそのフックの部分にね、まあ、明かりなんかっていうのをねつけてもいいかなと思いますし、あと私が今考えてるのはあれね、こう2つこう紐を輪っかで通すみたいな感じにして、でそのね輪っかの中にこう板を1枚置けば、まあ、簡易のね机みたいなものもねできるんじゃないかな。その板どこにしまっとくかとかね、ちょっとまあいろいろね考えなきゃいけない部分もあるんですけども、そういったこともねまだ私の頭の中のシミュレーションだけなんですけども、まあ、うまくいくようでしたらね、またあなたにもねシェアしていきたいなと思います。まあただね、本当材料自体とかはもう本当手に入りやすいですし、もうホームセンターとね100均に行ってもらえれば揃う道具でしょうし、でお値段の方もね、まあ、1等組作るのに、まあ、2000円しないというね割とね、まあ、手を出しやすいお値段ではねないかなと思いますので、まあ、この動画を見てね、あの興味が湧きましたっていうような、ね、方はぜひ明日にねホームセンターと、100均の方をね回っていただければなと思います。それでは本日の動画の情報が面白かったなとか役に立ったなと思った方は高評価を
そしてよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとこの動画の感想や私に質問やリクエストなんかがありましたら下のコメント欄に書き込んでいただければタイムラグは出るかもしれませんけども見せていただいてお返事させていただこうかなと思いますのでよろしくお願いします。それでは本日の動画のご視聴誠にありがとうございました。